ご視聴どうもありがとうございます。それではザ・ケース・オブ・ザ・ゴールデン・アイドル続きやっていきましょう。今回から2つ目の追加シナリオですね、レムリアの吸血鬼やっていきたいと思います。じゃあまずはプロローグかな。うん、あ、このフォントはあれですね、レムリア人のフォント。あ、ラージャか。で、こいつなんだっけ、ティッサだ。そうだ、ティッサだ。あ、そういうことか。ラージャはもう年老いて、いつ死んでもおかしくない状態だから、黄金像を見つけて生きながらいようと。なるほどね。こいつ怪しいな。こいつ絶対好きあらば黄金像をパクろうとしてるよね。うん。じゃあ、最初の事件行きますか。調和の取れた島の共同体と謎の有効期限。はい。うわ、上があんな。島全体。何これ。何、え、これ何これ。あー、時間帯ってことかな。要は、今までだったら、こう、ある特定の瞬間だけを切り取ってきてたけど、今回からは時間帯が関係してくると。よう考えますね。これ死んでる？あ、ティッサだ。父は死んだぞ、ジャヤン。ジャヤン！なんだっけ？ブレードマスターだっけ？あ、そうですね。うん。我こそ、ガミニ家の最後の一人である。これからは、お前は我のためだけのブレードマスターになるのだ。これからは我をラージャと呼べ。え？全員死んだの？これがじゃあ、ジャヤン？あ、ジャヤンですね。こんな髪だっけ、こいつ。王子、助かりましたぞ。我々が死を免れ、同じ浜辺にたどり着いたのは、ひとえに宿命のなせる技でしょう。おお。ジャヤン、レムリアの司祭の息子、ズビリ・ケラの護衛と、あ、そうか、ズビリ・ケラも一緒にいるんだ。うん。安全確保を命ず。年老いた司祭は、私に若さの泉の秘密を明かしたが、自分の息子にはもっと貴重な情報を教えているのではないかと思うのだ。教えてるか？どうだろうね。じゃあこれがズビリケラですね。うん。どうか私たちに危害を加えないでください。我々はかろうじて嵐を生き延びたんだ。私たちは丸腰です。安心してください。うん。で、これは？監禁って。ひでえ扱いだな。まあそりゃそっか。1741年1月10日。監禁されて55日目。海に出て2週間になるが、どうやら、猿の手のひら島か。確か、最初の事件で、アルバート・クラウズレとかがこの島にいたよね。うん。今日、ブレードマスターの G が、私とパジャックをした際に、制服の話を聞かせてくれた。この男には気高いものがある。どうだろうな。ジャヤンはジャヤンで結構腹黒いけどな。で、1741年1月11日。監禁されて56日目。明日には島に到着する予定だった。しかし、嵐が吹き荒れているので、1日か2日遅れるだろう。相も変わらずティッサは、私に富を約束する代わりに、若さの泉に関する秘密を明かせと迫り続けている。多分知らんよ。ズビリケラは。うん。まあ入れとくか。ズビリケラ。で、ジャヤン G。で、ティッサ・ガミニですね。うん。で、こいつは、なんか、オリュンポスの神みたいな。お前らはなんだ？なぜ我らが平和な島へ？大きな木の杖。うん。で、あ、これ女の人か。分かち合うことの大切さを忘れてない？このかわいそうな人たちは、嵐という試練の中、かろうじて生き延びることができたの。私たちは彼らを村に迎え入れ、食事を与え、傷の手当てをすべきよ。うわぁ、絶対やばいよ。こいつらはね、自分たちのことしか考えてないから。うん。そういう優しい村人のね、こう気持ちにつけ込んで、こいつらは。悪いやっちゃ。で、船。これがさっきの船かな？座礁してますね。で、
いや、これ時間軸によって見れる場所増えんの鬼畜だな。これ難しいぞ、絶対。うん。で、わ、エリア広いよ。温かい言葉をかけてくれてありがとう。まあ、大したことはない投票だよ。時にはいがみ合うこともあるが、それは彼らが我ら共同体の利益を一番に考えているからに他ならないんだよ。投票？で、クーラがモムゴに反対票を投じるのは、ただ彼への当てつけではないかと時々思うことがある。些細な決断にいちいちあなたは巻き込まないでほしいね。むしろ彼らはあなたのストレスを減らすための努力をすべきなんだから。はあ。これジャイアンGか。うん。あ、ウィルリスの言う通りに、ワイトの住居に修理材料を持っていったぞ。ところで、ついでに聞きたいんだが、子供たちは本物、うわ、いやらしい。本物のルビーやサファイア、金貨で遊んでいるのか？絶対盗む気じゃん。こいつやべえな。え？あのピカピカ光る破片のこと？あんなのあちこちに調べてるよ。または、私たちに子供たちが喉に詰まらせない大きさなら、ああいったおもちゃで遊んでもいいと教えてるんだ。ああ、それ大事ですね。結構ね、あの、ビー玉とかね、喉に詰まらす人いるからね。うん。この謎。読み方なんて知らなくていいんだよ。絵を見ればわかる。おばさんは、スティルナに比べたら、怖くないよ。昨日、スティルナがママを叱ったらママが泣いちゃったんだ。スティルナ？誰だ？共同体、センチネル、住人、出現、レムリアの、追放。なんだ？なんか、絵が何かを表すってのはさ、なんか、あれですね。サブマージドみたいな。うん。これもか。遊ぶのはやめよう。歴史タイルの練習をしないと、ラブおばさんに怒られちゃう。ああ、僕も文字が読めたら、名前で並べられるんだけどな。ああ、一応字はあるんだ。字はあるんだけど、この、絵だけで何言ってるかわかると。祖先、蛮行、発見、守り方、等、から。から？からで何？で？ああ、これティッサですね。村の年長者つったって、年を取ろうが食べるためには働かなければならないだろ。でも、あの年寄りがこの辺りで何か役に立つことをしてるのは見たことがない。病気なのか？いいじゃねえか、別に。失礼な。あ、これ？この人のこと？うん。え？敬意を払いなさい、ティッサ。そのうち、私たちのやり方も身についてくれるといいが、今はとりあえず空っぽの荷車を押してないで、まともな仕事をしてくれないか。このまま仕事をサボり続けるのを。ん？何これ？あ、なんか、場所がおかしいね。ザルノは喜ばないし、お前の晩飯もなくなるぞ。多分、原文だとここにその名前があったんだな、きっと。なるほどね。ってなると、こいつがザルノ？あ、でもまだ全員見つかってないな。で？おーおーおお、なんかいっぱい。なんだこれ。谷の共同体の決め事。大きな決定は、共同体全員の投票によって決定される。小さな決定事項は、議員が決定または議員下の投票によって決定される。評議会にて、投票が同点の場合、共同体から投票可能なものが投票に加わる。評議会の責務。男性の守護者。共同体の男性を代表し面倒を見る。女性の守護者。共同体の女性を代表し面倒を見る。農業の守護者。別でいるんだ。農作業と食料配分の責任を持つ。で、子供の保護者。子供の健康と教育の責任を持つ。あー、ちょっと待って。ってことは、なんだっけ。これか。ラブおばさん。ラブおばさんが、その教育の子供の保護者か。うん。ですね。で、
324年、18人男、25人女、12人子供。はい。で、なんだこれ。KS、KZ。わからん。俺も、ラブに同意して、反対票を投じる。海岸に打ち上げられた奴らによる混乱はもう十分だ。これ以上の変化は必要ない。三人の新人が私の責任である以上、私の負担は十分だろう。あ、じゃあこれが男性の守護者か。多分。ってことは、こいつがじゃあラブかな?で、この金髪がストゥルかな?同意してくれて嬉しいっつってもんね。無意味な小細工からは何も生まれないからね。私たちは共同体の安定に集中すべきで、うまくいってることはそっとしておけばいいんじゃない?うん。子供たちは、1歳が1人で、3歳が3人、5歳が2人、9歳以上が6人。おう。いいですね。日本でもこんだけ子供がね、生まれてくれたらね。え?文句を言わないで、ビルリス。ビルリス。私はあなたより多くの人の面倒を見なければならない。けど、うまくやりくりしてるよ。単純に行くと、多分この人がラブで、同意してるからね。ラブで、ってなると、女性の守護者かな、この人。っていう意味で行くと、男性より女性の方が多いから、そうか。いや、待って。農業の守護者。多分、ビルリス。いや、違うな。でも、この人、山芋の実験とかしてるから、多分、この人が農業の守護者ですね。いいだろう。投票結果がこれなら、私の山芋の実験は中止する。しかし、私はまだ、何か新しく美味しいものが収穫できると信じてるぞ。そうすれば、食のバリエーションだって、増やすこともできるだろうが。さて、では、怠け者の新参者について話そうか。農業の守護者は、なんだっけ?農作業と食料配分の責任を持つだから、このセリフとちょっと合わないよね、でも。じゃあ、ビルリスはこっちなのか?多分そうですね。ってことは、ストゥル・ビルリス?どっちが上だ?ビルリスとスティルはどっちだ?これラブですね。一応上ってことにしとくか。ただ、どうなんだろうな。ある人は下で呼んで、ある人は上で呼んでってある?そんなこと。ちょっと一旦置いとくか、ここは。あ、上、こっちに来ちゃうのか。あ、ここなんかあるね。なんだ?明日がお前の呪文の刻限だ、ワイト。ワイト?で、これはズビリケラですね。壁に書かれたのはなんだ?昨日その壁には何も書かれていなかったはずだ。1741年1月24日。島に来て13日目。クルプルはとても興奮した様子で、紫エンドウのことをいろいろと教えてくれた。じゃあ、この人が農業の守護者かな?多分、クルプル。わずかな手入れで、谷間の共同体のみんなに、これだけの栄養を与えているのは確かに魅力的だ。ここの人々は秘密主義なので、私は彼と、おしゃべりを楽しんでいる。で、1741年1月25日、島に来て14日目。この村の生活がいかに調和が取れていて穏やかであるか驚かされる。寿命に関係なく、すべての大人が働かなければならない。おそらく、人生とは本来こうあるべきなのだろう。なんか達観してんな、ズビリ。で、この人たちは何なんだろう。彼らもレムリア人、とは見えるが、こんな方言を聞いたことはない。ここの人たちは、
自分たちの歴史についてあまり詳しくないようだが、私は子供が唱えるのを耳にした。はじめに我らが脱出ありき、そして発見したる呪いのもの、最後には悲劇も消え去った。呪いのものって黄金像かな。うん。で、あなたもここに長く住めばわかるようになる。ごめん、急がなきゃ。今日はクーラからたくさんの仕事を任されたんだ。彼女には逆らない方がいい。クーラ。で、一応夕方もあるね。なんだ。なんだ。なんか変更のノーマルエンドみたい。なんだ。死んでる？死んでるか？なんなんだ。ブリンガッポギョッチャ。ああ。この人物は息をしてない。さっきまで生きてたよね。あ、てかちょっと待って。なんか刺さってる？これもしかして。やば。なんだこれ。なかなブリンガッブリンバンバンボーン。うん。で、え、あ、黄金像。そういうことか。そういうことか。こいつから時間を奪ってってことか。それがレムリアの吸血鬼ってことね。なるほど。まあ、とりあえず分かるところから行くか。まず、左のさ、一番下は、寿命を減らす。だよね、きっと。で、黄金像を使ってるよね。死んだの誰だ？ああ、だから、議題としてはこの山芋の実験を続けるかどうするかってことか。で、それに対して、この二人が反対票を投じたと。五人分あるんだよな。もう一人いるはずなんだよ。投じた人が。ま、やっぱ、このスチュルビルリスなのか？だとすれば、ちょっとアルファベット使ってるのか違和感はあるんだが、SV がスチュル・ビルリスっていうことなんじゃない？で、ラブ、L がラブ、だからラブ M？ M だとしたらマッタかモムゴ。で、V。バイトか。V はバイトですね。で、賛成票を投じているのは、この人、K から始まっている。ここで、クルプル。多分、クルプル、ですね、じゃあ。農業の守護者。クルプル。下がわかる。あ。死んだ人じゃバイトってことこれ。明日がお前の呪文の刻限だバイトっていうのは。そういうこと？いや、死んだ人がバイトなんかな。黄金像を使って寿命を奪った方がバイトかもしんない。ちょっとわからんけど。クーラ。ちょっと待って、名前に関する情報。スティルナ。ああ、彼女には逆らない方がいいって言われてるクーラが怖い人かな。だからクーラスティルナかな。
だとすると、この人かな？こうってこと？いや、クルプル、ここはじゃあなんだ？じゃあ KZ だよね。じゃあザルノか。ザルノ以外ないね。じゃあ、クルプルザルノ。で、モムゴかまた。モムゴってどっから来た？モムゴ。クーラがモムゴに反対票を投じる。クーラ。クーラがモムゴに反対票を投じる。モムゴ。ラブモムゴ？ラブモムゴってことかな。でも V の可能性も、一回入れてみるか。違うわ。同点投票の際の参加者。そうか、それが5人いる理由か。共同体から投票可能なものが投票に加わる。じゃあこの場にはこの守護者4人しかいないんだけど、ってことはこの V の人が投票可能なものだったのかな。じゃあモムゴじゃないんだ多分。流れからいくと多分同点だったから、その V の人が呼ばれて、で、パッて見たら、クーラが賛成票を投じてるから、じゃあ私は反対票に入れるわっていう感じで入れたのが、多分可能性として高いと思うんですよ。ってことは、モムゴじゃないとしたら、じゃあこのラブさんはまたってこと？だね。待って、ここに出てきてる名前がさ、全員この場にいるとは限んないのか？むしろ、ステルが同意してくれて嬉しいって言ってんのは、同点になって、後からやってきた5人目がステルなんじゃないか？むしろ。そんな気も、するんだけど。だとすると、この VM こそが、この人なのでは？だからビルリスが上なんですよ。ビルリス、M。ビルリス、M。モムゴ？こう？で、こうか。そういうことだ。うわ、時系列むずい。そうだよね。ストゥルが同意してくれて嬉しいってことは、最後に投票したのがストゥルなんだよ。そこが分かってなかったわ。いやー、むずい。ってことは、この辺はもうすぐに分かりますね。子供の守護者はラブマターで、農業の守護者はクルプルザルノで、クーラスティルナで、後からやってきたのが SV だよね。だからスティルだから、スティル。じゃあもうこれしかないのか。こうだ。 OK。 うん、って考えるとここでさ、明日がお前の呪文の黒言だバイトって言ってるということは、ここで、お亡くなりになっているこの人、この人こそ、スティルバイトなのか？
で、ここで呪文を唱えた後ってことでしょ、きっと。で、呪文を唱えたのはスティルバイトになるよね。さすがに、この段階でさ、この、こいつの正体が、わかるはずはないと思ってるんだけど。スティルバイトは、これは塔かな？この場所。塔だよね、きっと。塔に赴き、呪文を唱えた。なぜなら、この地の伝承によれば、この地のウニャウニャがウニャウニャを脅かすたびに、ウニャウニャが生き、かのウニャウニャ。あれか。あの、子供の持ってたやつか。わかるかな。あ、っていうか、まず、ここを見た方がいいのか？時系列。あ、そういうことか。これ、むずくね？これのヒントなんか、あるかい？あれか。ここで、レムリア人っぽいんだけど方言聞いたことないって言ってるから、ルーツはレムリア人っていうことを言ってるのか。だから祖先が最初なのかな。だから船で、蛮行でレムリア人が追放されて、で、どっかの島に上陸しました。で、祖先ね、これが。で、そっからどうするかっていうと、塔から住人、センチネル、出現惜しい感じがするね。こことここ逆か。そういうことだ。ここに青いこのなんかマスクがあったんで、そういうことですね。ただ、順番通り並んでもよくわからん。よくわからんな。ただ、この地の伝承によれば、この地の、多分センチネルが、住人かな？それか共同体かちょっとわからんけど。いや、共同体を脅かすたびに住人が生きってことかな？かの、ちょっと全然わかんないけど、単純に考えたら、脅かしてる、これがセンチネルかな？センチネルが、共同体を脅かすたびに住人が行って、そのセンチネルを塔に戻すってことだと思うんですよね。なんか日本語がすっげえわかんねえ。なんだ？追放か。こうだ。で、こうか。違うんだ。この地の住人が共同体を脅かすたびに、センチネルを塔に追放するは正しいと思うんですよ。ここか？ここが違うってこと？なんだ？ただ、それがこの話だよね。この話ですよね。で、これが言ったらセンチネルだよね。塔にいるから。やっぱ追放してると思うんだけどね。ここはあってそう。おーっと待って。
待ってくれ。全然予想してなかった正解。すべての謎を解き明かしちゃった。え？センチネルってそういう、そこが理解できてなかったな。これセンチネルってこの化け物だと思ってたんだけど。ストゥルバイトは猿の手のひら島の共同体のセンチネルに任命されていた。時が来ると彼は地元の伝統に従って鎧を身につけて塔に向かった。そういうことか。このジジイだったのか。ストゥルバイトって。いやー、ちょっと今のは不本意な終わらせ方だったな。ちょっとすいません、本当に。で、これか。ストゥルはセンチネルとして生き、真のセンチネルとして死んだ。そして今こそ塔。だって、いずれ死ぬもんね、センチネルって。え、もしかして、ズビリキャラ？え？お前？おい、お前、本当か？ティッサよ。マジで言ってんのか？ただ、ズビリキャラなんか考えてんな、後期って。何を考えてんだろう。で？襲撃、レムリアの吸血鬼。ちょっと行くか。ちょっと最初のケースむずかったなぁ。これだけでだいぶ時間かかっちゃったよ。で？え、なんか死んでる？